はい、それでは、えー、こちらの問題、市川高校の2011年前期大問5番の、えー、問題です。こちらを解説していきましょう。えー、座標平面上に放物線 y イコール4分の 1x2 乗がある。で1の上に、えー、2点 ab を、えー、通る直線の傾きは2分の3であり、a の x 座標がマイナス2であるということなので、えー、とにかく与えられた情報をまずは書き込んで、えー、特に図形の 図が与えられてない問題に関しては、自分で図を書くようにやってみましょう。こちらに y イコール4分の x2 があって、で2点 ab を通って、傾きが2分の3であると。ちょっと,ょっと適当にだけ、こんな感じで書いてみましょう。で、1つの a、こちらですね。こちらが座標が x がマイナス2ですよ、と。こっちが b になります。 あということは、えー、とまずですね、こういうふうに関数と図形の問題は、まあ、とにかく与えられた情報に関しては、求められるものはもうさっさと求めてしまうということで、A の座標、これ、わかりますよね。A の A 座標を求めてしまいましょう。A の座標は、えー、X がマイナス2だと言ってるので、ここに入れることで、えー、A の座標はマイナス2、1ということでわかります。 と、はいうことで、これ分かったものは図に書き込みます。で、えー、っと、そうすると、AB の直線の方程式だって、えー、もう出せますよね。こういうのも、直線の方程式は、えー、傾きが分の3で通る点マイナス2というのが分かってるので、えー、定点公式ですね、えー、使って、よいしょと、y イコールという式を出すことができます。 はい、でこれ計算をするとですね、えー、プラスの3なのでプラスの4ということで、じゃあ y 切片4だからここ4っていうのが分かります。さらに、の座標も、えーと、この放物線と y イコール4分の 1x の2乗と。 今求めた y イコール2分の 3x4 っていうのの連立す方程式をすれば、えー、と交点として出るので、えー、これをやっていきましょう。とういう感じでまだ問題も読んでないんですけれどもどうせ使う点だったり直線だったりするのでさっさと求めておくということが、まあ、おすすめです。えー そうすると、方程式、まあ、連立方程式なので、普通に二次方程式、えー、二次関数の二次方程式を解くことになります。x たす2イコール0。そうすると、x はマイナス2と8というふうになって、えー、もちろんですね、このマイナス2というのは、a を意味する点になるので、こちらが b の x 座標に値するわけですよね。b の x 座標。はい。x が出たら y、y イコール4分の 1x2 乗の。 この x に入れれば16と出るので b の座標は86というのも分かります。はい、これが下準備っていうことですよね。関数の問題、基本的に下準備がざっとできてしまいます。与えられた情報でまあ結構な量の情報が分かります。はい、ということで改めて86、そしてここがマイナス21、で原点は一応00という点なので。 こんな感じで問題を、えー、読んでみ、えー、ます。はい、カッコ1、そうですね、今出ました、86、B の座標は86です。で、AOB の大きさを求めなさい。ただし、えー、本問に関しては、今回、回答の根拠を記述することだということで、AOB、ちょっと線引いてみましょうか。AOB、ここの角度なんですけども、まあ、高校入試において、角度を求めろ。 関数の問題で求めろって言われたら、特別角しかほとんどありえません。例外もあるけれども、まあ、特別角を利用するという問題しか出てこないです。つまり、ゼ、ま、ロ、あ、と百八十は置いといて、三十四、十五、六十、えー、そして九十度。これしかないので、えー、とじゃあ、どうしようかなというと、まず九十度を下がってみてください。九、え、十、ー、度確かめるには、えーと、oa の傾きと、そして。 OB の傾きを見てみればいいんじゃないでしょうか。なぜなら90度ってことは垂直になっている。垂直だってことは傾きが、えーまあ、掛け算したらマイナス1になっているということですよね。えっと、まあ、プラスマイナス逆転した逆数になっているっていうことだから。で、の OA の傾きっていうのを求めてみます。M1 としておきましょうか。えっと、マイナス21なので、マイナス2分の1というのは簡単に計算できるかなと。 で、86なので、傾きは2。いいですか ?OA の傾きは2分の1。マイナスの2分の1。OB の傾きは86を通って原点通るので、Y の変化量と X の変化量を出して2と出てくると思います。はい。ということで、チェックですよね。要は、えっ、ー、と、M1、m かける m 2はマイナスより、OA 垂直 OB ということが分かったので、AOB の角度は 90度ですね。というのが、はい、導になります。では、カッ3番 Y 軸上に点 C があり、四角形 OACB、えー、OACB、O がここにあって、A C が Y 軸上のどこかにあるんだそうです。ここら辺ですね。ちょっと。そうすると、こういうふうに A と C と C と B で結ぶことができたとしたら、ここに円があると。要は、この四角形が、 内接四角形だっていうことですね。はい。ってことで内接四角形について、ちゃんと特徴というか性質、え覚えていますかちょっと A があまりにも嘘つなので、えー、見直してみます。ここに O があるとして、これが Y 軸になってます。で、えっ、ー、と、まあ、A が今、マイナス2、1っていうことだったので、ここ A としときます。で、えっ、ー、と、B が、 まあここら辺なのかな ?86。で、今分かったことっていうのは、こことここが垂直だったよねということです。はい。内接四角形であれば、えっ、ー、と、向かい合う、ちょっと、ここの角度とここの角度の向かい合う角度の和は常に180度だっていう性質があります。で、えー、いうことは、あ、これ、ここが90度だったら、 もう1個も相手も90度なんだなっていうのが分かると思います。えー、さらに90度だってことは、これは、えー、AB が、えー、と直径だっていうことも分かりますね。円周角の、えー、性質で、円周角の定理で、えーと、この直径に対する円周角は常に90度だっていうのもあったかと思います。はい。ということで、えー、とじゃあどうすればいいんだろうと。 あとは、さっきと同じです。ここが90度になるってことをうまく利用して解きましょう。C の座標を 0C だと、えー、例えばするならば、えー、AC の傾きは何でしょう傾きっていうのは、えーま、M3 とかでしょう。さっき1の2を使ったから。えー、AC の傾きは、Y の変化量は何ですかっていうと、C-1 です。C から1ですね。 で、X の変化量は0-2ですよね。はい。で、一方で BC の傾きって何でしょう ?BC の傾きっていうのは M4 だとするならば、えっ、ー、と、これも Y の変化量16、16-C ですかね。あ、Y の変化量は 16-C。X の変化量は8-0なので、ちなんですけど、8-0と書いておきます。はい。これが2つの傾きで、えー、AC と BC が垂直。 だからこの2つの傾きというのは掛け算すればよしとマイナス1になっているはずですよねという式を立てることができます。よってあとはこのシーンについて計算をすればいいと。で、えーとはい、計算は頑張ってみてください。えー、展開して2次方程式イコール0の形にしてあとはえと因数分解もしくは解の公式を使って出せばいいということになります。 ということでですね、こうなって、これプラス16イコール0にしておきましょうか。はい。そうすると、えっ、ー、と、16、16がうまいこと消えますね。で、えー、ちょっとマイナス C2 乗っていうのが気持ち悪いので、右側に持っていきましょう。えー、と、で、ここが 17C になるので、マイナス 17C イコール0と。はい。ということで C は C-17 イコール0と因数分解ができるので、0と17というのが出てきます。 もちろん、0っていうのは、これは原点のことなので、今回の答えではありません。えー、答えは C イコール17ということで、C の座標は0、17だということで、Y 座標、あ y 軸上にある点が出すことができました。はい、ということでですね、えー、っと今回の問題、内接四角形、えー、の、そしてまあ垂直だというような、えー、そういうような性質ですね、えー、につながってくる。 問題です関数の問題から始まって座標を全部出したり座標設定をするという問題から図形の問題に最後になってくるというようなところです、はい。ということで、えー、復習頑張ってみてください。